雑誌の座高校に通う頭にプラモを乗せた模型部三人娘による学園ギャグ漫画。コミックス発刊で模型部から書道部に変更し頭のプラモも捨てている。増刊ヤングガンガンボリューム9、10でも掲載。不定期連載のため連載再開の度に第1話から再カウントされている。2020年8月時点で

姉さんたちが通う高校とは別の高校。三海みさ、村、マーチン、京子はそれぞれ元は別々に登場しているが、13巻で全員が同じ学校の友人であることが判明している。セーラー服を採用している。ザダカナナ不思議その他の回コミックス14巻に収録された242話における地図で、本作の舞台が北海道であることが明言された。 それ以前からも札幌が舞台であることを示唆する記述が複数存在する。姉さんたちが通う高校は、ザ高校、住んでいる市は、ザ市となっているが、作中で登場する地図の形状は、北海道札幌市に告示している。また、その地図には、学園都市線、国道5号、国道12号が実名で登場する。また、作中での山田の住所は、 西区西町2条4丁目である。0条0丁目は、北海道各地で頻繁に見られる、住所表記である。ちなみに、西町は、札幌市西区に実在するが、上は使用していない。アニメ版では、北海道系のパトカーが登場している。ウェブ配信の約2分ほどのオリジナルアニメ。監督の水島つ自身が、コンテ、演出。 音響監督その他を手掛けている。ヤングガンガン公式サイト、ニコニコ動画、YouTube での先行配信のほか、2011年5月19日より、ガンガンオンラインでも配信されている。2012年8月22日に配信エピソードも、含む全12話を収録した、OVA、チックネさサン全1巻を発売。先行して2012年7月31日には、 グッドスマイルカンパニーより DVD、または、ブルーレイ同ーコインの、ネンドロイド姉さん、DVD ブルーレイセットを発売。は、配信時の話数。ありがとうございます。